象、まあ自然が多いなと思いました。びっくりした、びっくりしたというか、なんか電車だと思ってたんで、それがなんか汽車だっていう話を、まあ、最初いろんな人に言われて、ああそうなんだっていうふうには思いました。好きな食べ物、なんか最近すだちをもらって、それでなんかよく家の料理になんかプラスアルファされて出てくるんで、で美味しいなって思いました。なんかタレにすだちを入れてとか、そういうようなことをしてますね。よく行く、よく行くどこですかね、カジカとかと、はい、まあ、ご飯行ったりすることが多いんですけど、ローストチキンのお店、ここが一番多いですかね。鶏が好きとかいう感じなんですか。いや、そういうわけでもないですけど、まあ、あの湘南で山崎がいたんで、はい、どこがいいんだって聞いたら、そのお店のなとかを言ったんで、いや、すごかったですね。ああそう、北海道、札幌とかもよさこいの祭りとかもあったりするんで、まあ、けどその中でもやっぱりすごい人が多かったですし、すごい盛り上がってるなっていうのがあったんで、なんか自分で踊るより見たいなっていう思いになりました。実際こう踊ってみてはどうでしたか。でも始まる本当何分前とか1時間もないぐらいで練習してだったんで、はい、本当にこんなんで合ってるのかなって思いながら踊ってたんで、なんか逆に周りの人たちすごいもう練習されて出てる方たちなので、なんか逆に申し訳ないなって思いながらどうの、まあ、けど年齢はやっぱり上の方なんで、まあちょっとまとめるような、まあまとめるとまではいかないですけど、まあそんなだけど、そんな害はない存在だと思います。慣れれば全然もういけるんですけど、最初はなんか来てもらう方が、自分から行くよりは来てもらう方がいいです。オールティスではどういうふうに打ち解けましたか。オールティスでは、まあけど知ってる選手はいたんで、やっぱり岩尾と梶川と表原とか湘南で一緒にやってるんで、まあそういう選手が行ったらやっぱり打ち解けやすいなと思う。まあけどよくいんのはあの梶川ですね、梶川雄二です。何しやすい、まあけど大体飯でポルティスの選手と飯行くって言えば大体あいつはいます。オフの日は大体なんか子供を連れてどっか出かけたりとか、そんな感じです。ああそうですね、みんな結構大勢で、まあ、家族いる人たちで、その月見ヶ丘の公園でバーベキューしたり。僕じゃ家族付き合いでの。そうですね、まあ、家族いない選手も、まあ、若手働かせるために若手呼んでっていう感じです。まあチャンさんだったり、まあ、健太君の家もいたりとか、まあ、岩尾もいたり、こう、まあ、けど年齢高めの人たちの家族ですかね。まあ基本なんか流行ってるのを聞くんですけど、あとは最近はスパイシーソルっていうバンドがあるんですけど、そこのボーカルが僕の高校の同級生で友達なんで、その歌を聴いたりはしてます。いや特にないっすね。なんか、まあ、梶川とかも言うんですけど、本当にせいやくんはいつもと練習も試合も何も変わんないみたいな感じだったんで、そんな感じなんだと思います。本当こう自然体で望まれることが。そうですね、やっぱりなんか練習もやっぱ 100% でやってるんで、なんかそこと変える必要はないのかなっていう思いがあるんで、普段と同じでいいのかなと思いながらやってます。あ、なんか絶対それとはないんですけど、前履いてなんか調子良かったなと思ったら、そのなんか試合を負けたりするまでそのパンツだったりはします。ちょっとこう験担ぎみたいで、ね、なんか髪を明るくしてる時の方が調子がいいっていうのがあるんで、それでちょっと明るくしてるって感じです。ホーム開幕戦で初出場して、まあ、後期にアシストしたんですけど、まあ、やっぱり徳島で初めて出た試合でしたし、まあ、そこで結果を出せたっていうのは、
まあ、自分の中では印象に残ってるかなと。まあ、なんか もうちょっとたくさん来てほしいなっていうのはあるんですけど、まあ、今までいたチームは結構いっぱい入ってくれるチームだったのはあるんですけど、今日その中でもやっぱりすごくいい雰囲気作ってくれますし、うん、試合の中で、うん、まあ、間違いなく、サポーターの声援は徳島の力にはなると思うんで、すごくいい雰囲気ではやれてると思います。やっぱりできるだけ多く試合に出て、まあ、もちろん得点アシストたくさんできればいいですけど、それよりもやっぱり本当に最後まで全力でプレーするっていうのは自分の持ち味でもあるんで、やっぱりそういう諦めずに最後まで、まあ、全力でプレーする姿を見てもらいたいなと思います。あ、やっぱシャワー上がりもかっこいいな、やっぱり。うるさいな。残り本当に大事な試合が続くんですが、チーム全員で一試合一試合大事に全力で戦っていくので、最後まで応援よろしくお願いします。ありがとうございます。この間最後岸本選手に青鳥をちょっとこう踊ってもらったんですけども、そういうのってこう無茶ぶりしても大丈夫なそれは やめてきました。岸本君はOK です。広報からちょっとあの罰が出てるんで。